大人の世界にようこそ。はい、現在はね、馬が3頭ですか、現役いるんですけども、まあ一応どれもオープンにはなってるんですけども、G1 を勝てるほどのレベルではない。ただね、このベビーランっていう馬がね、このコメントを見ていただくとわかるんですけども、ね、バネコメをもらった、うちの牧場4頭目のバネコメ馬、ね、きっと活躍すると言われたんですけど、ただ、いかんせこの馬ね、晩成タイプだったもんで、晩成タイプはね、前の動画でも言ったんですけども、なかなかコメントがつきにくいということで、結局はね、コメント何も言われないまま、入厩の日を迎えてしまいましてね、はい、こんな感じです。しかもね、芝よりもダートの方がいいっていう風な、決定的なコメントを言われてしまったんで、まあなかなかね、勝ちきれずいたんですけども、まあルメールさんのおかげで、ね、勝たせてもらって、あとダートレ戦でね、行ってて、最後ちょっとね、往生際悪く京都大賞典使ったんですけど、やっぱりダメだったんで、だったらって武蔵野ステークス出したら今度11着ということでね、おいおい、ダメなのかいと思ったんですけど、でも人気はね、常に一番人気とか取ってるんで、あとはね、まあ、展開次第という感じもあるんですけども、チャンピオンズカップ、こちらもね、初めての G1 なんで、挑戦してみたいと思います。これは、叩き3戦目なんで、名人仕上げてます。はい、では、なかなかね、新しい G1 を取るというのは、ね、ただダートの G1 はね、この馬だったらね、チャンピオンズカップとか、フェブラリーステークス狙えるかなと思って、はい、トランセンド。ゴールドドリームって、中和ウィザードとか言いますね。テスタマッター。はい。で、まあ、20まで1個もらってますね。パドック。はい。ダートの G1 はね、まるっきり無縁だったもんでね。マイナス4キロ。最高の仕上がり。はいはいはい。いいですよ。これ迷いますね。トランセンドとの叩き合いに持ち込むかな。逃げよう。はい。タケさんですね。はい。じゃあ馬券、この馬券を買うのがね、果たしてどうなのかっていう、もうなんか毎回毎回この500万をねなくしてる言ってるんでね、一番人気でもう負けるっていうパターンがもうよくあるんで、買わない方がお金貯まるんじゃないかっていうね。でもまあ G1 なんでね、買いますよ。はい。でトランセンドとの叩き合いになると思うんで、トランセンドとの、おこんなにつくの、はい、じゃあ200万。はい。トランセンドの状態も全然見てないですけども、トランセンドモーニングか、あと怖いの、うん、トランセンドモーニングと、じゃあ、はい、じゃあ3連複、はい、うちの間モーニングトランセンドという非常に簡単な前で決まっちゃったよっていうパターンのね、はい、そんなうまくいくかいって話なんですけども、はい、お金がね相変わらずギリギリでやってますいつも。はい、じゃあ行きましょう。チャンピオンズカップ、昔はジャパンカップダートっていう名前だったんですけどね、いつの間にかチャンピオンズカップって名前変わって、昔はあの土曜日ジャパンカップダート、日曜日ジャパンカップなんていう、そんな年もありましたけども、最初の頃は。砂の王者にはパワーとタフネスが問われます。国内最高峰のダート前はもっと距離長かったと思うんですよね。2000ぐらいあってね、1100とか。スタートしました。15頭ほぼ揃いました。まずはいいですよ。9番トランセンド先頭を伺います。2番手3番ベビーガン11番、ただこの馬は根性があるとかそういうタイプでもないんで、バネ馬なんでね、バランスがいい馬ではあると思うんで、内を抑えて1番グランドシティ2コーナーに向かいます。外から6番ベンジェンス、外から12番ワンダーリーネ。でも当然バネコメ言われるってことは根性もある程度ないとそのコメントは出てこないんで、根性もあるはずなんですよね。内押さえて8番10番バンセーバなんでね、続きまして14番、まあ5歳が多分ピークだと思うんで、これから強くなる馬です。テスタマッタ15頭各馬一段となっています。 1000m の通過タイムは1分1秒2、ちょっと縦長かな、3コーナーに大丈夫かな。さらに3番ベビーガン、さ9番トランセンド、トランセンドつけました。それから5番モーニ、続きまして7番サコイズプリンスだ。4コーナーカーブから直線、武蔵野ステークス11着ってのはあれは直線勝400を切って先頭ケイティブレイ、さこからいいよいいよ、残り200、いよいよいよ、おお強い、逃げる逃げる、ベビーマン、いけ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 、ゴールドドリーム、ああ仕切ってゴール、勝ったのはゴールドドリーム、鞍上はルメールだよ。2着ベビーマン、3着に
2着だか、惜しかったな。いやでもあんな足使われちゃね、副賞だけじゃねえか、結局当たったのゴールドドリームの。あー、はい、フェブラリーステークスですね。ちょっとね、放牧出したんですけども、思いのほか疲れが残ってたみたいで、チャンピオンズカップの後戻ってきたのが1月の3週で戻ってきたんでね、わずか1ヶ月の間9仕上げでちょっとなんとかかんとかフェブラリーステークスへの出走間に合わせた感じでね。だからちょっと闘争心もね、マックスではないんですけども、ただチャンピオンズカップの走りを見せて、しかも今がね5歳一番のピークと考えれば勝負になると思います。はい、またタケさん乗ってくれます。はい、これからは今後ね、やっぱりチャンピオンズカップからフェブラリーまでは放牧出さないで行った方がいいですね。期間が短いんでね、つい年を超えちゃうとね、放牧出しちゃおうかって気持ちになるんですけど、一番最初の G1 ですからね、フェブラリーステークス。サンライズノバ。トランセンドまたね、来ましたね。ゴールドドリーム。怖い。ルメールさん。そして逃げが1、2、3、4、5頭。うちのママ合わせて5頭いるという展開。果たしてどうかな。なんかまたゴールドドリームにまんまと刺されるような展開が。はい。ねえ。予想できちゃうんですけども。ただやっぱり逃げた方がね、確実にやっぱり、ねえ、まあ包まれることはないんでね、チャックは残してくれるような気も。しかも竹さんなんでね、先行かな。ちょっと逃げ5頭はちょっとね、鬼のハイペースになるのがもう間違いないんで、先行でちょっと抑え気味でいこう。まあ5、6番手ぐらいの中段を行くような感じで、イメージ的に。ゴールドドリームにまだな、やられるんだろうなって思いながら、でも人気はこっちの方が上ですからね。はい、500万。まあね、副賞買って。で、今度こその思いも込めて、これが良くないのかもしれないね。3番人気っていうことはね、まあ200万。はい。ね、そうですね。まあ、うちの馬から当然、怪しいところ見直せとか、エスポワールシティ、トランセンド、ゴールドドリーム。いいでしょう。200万。はい。以上。でも、こう、差しの出番になりそうだから、ゴールドドリーム、まあいいでしょう。はい。先行で。でも、前走の走りを見たらね、やっと、本格化なったか、本格半、したかという内容の走りだったんでね。あの、教習がなかったら、ね、初の G1 取れましたから。ここ東京競馬場から、まあ、それ言っちゃったらね、タラレバはね、なしなんですけど、競馬ではね。遅れなかったら見えるね。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。そう。3番トランいいんですよ。5番手、5、6番手ぐらいで。とにかく直接行った時にね、前包まれないこと。そしてゴールドドリームがなるべく後ろの方に行ってくれてること。ルメール怖いからね。15番、ノボバカラ。これを見るように内側1番ゴールスキー16番セイクリムズ、この辺り話途中になりましたけども、やっぱりね強かったグラアレグリア、もう分かっといたんですけどね、牝馬相手じゃもうね格が違いすぎましたね、次元が違う走りでしたもんね。私はね当然そのグラアレグリアから行ったんですけどもね、ちょっとねダメでしたよ。長い府中の直線 500m に入ります、はい、直線向いて先頭はトランセンド、ここからまた道入ってない、今入った、今入った、その後日本ピロアバー道入ったよ、ここからここから伸びてる、じわじわ伸びてる、じわじわ伸びてる、届くのか、伸びてるよ、伸びてる、もう一発当たった、おおお、よしよしよっしゃ、まとめてかわした、まとめてかわした、武井さんだ、やったー、やったよ武井さん、武井さんだ、やっぱ武井さんだな、大舞台に強い、はい、初めてです、あ、 G1 勝利10回目、はい、フェブラリーステークス初めてですよ、やりました、スペシャルウィーク3区ってのも嬉しいね、スペシャルウィークの現役時代私見てきてますから、エスパールシティ取りましたよ、はい、
よっしゃ、単勝、副賞、生まれ全部取った。これはこれは儲かったぞ。2900、そんなでもねえな。今までのこと考えたらそんなでもないね。でもでもでもね、よし、はい、そして7200万入った。よーし、3億入れば、よーしよしよしよし。お、 G1 受賞達成おめでとうございます。はい、今回受賞名をお祝いして嬉しいお知らせ。なんだ、次回の種付けから。お、マジで、やったやった、ブックフルが付け放題ということになりますよ、もうね。はい、オーナーも競走馬の生産者として認められたということですね。やっと認めてくれたか。やっとあの競馬協会もね、石頭の競馬協会もね、やっと。でもまだ人並みなんだな。ランク39。もうちょい、もうちょい。見てきたぞ、でも。はい、ベビーランですね。あの後ね、フェブラリーステークスを勝ってから、まあ、8区の3連勝、アンタレステークス、平安ステークスと G3 勝ちまして、まあね、金量も59キロ背負って、マジで強いなと思ったんですけど、ここで放牧出してからのエルムステークス、ヒルステークス、ミヤコステークスと、まあ、3連敗かましまして、ちょっとピークすぎたかなっていう感じもね、ちょっと若干あるんですよね。ちょっとね、成長型が晩成タイプだと思ったので、晩成タイプだと5歳の11月ぐらいまではいけるはずなんですけど、ただまあ一番人気は取ってますし、まあ、金量の差が出たのかなって気もするんで、まあでもね、去年2着だったチャンピオンズカップね、はい、出しますんで、これ取れば間違いなくね、最優秀ダート部門ではね、選出されると思うんで、はい、頑張って勝ちに行きたいと思います。あ、ちなみに明治に仕上げたっけかな。一応フェブラリーステークス、あ、プールだから明治じゃないですね。はい、と一応フェブラリーステークスを取って引退、走って引退っていう形をまあ目指してるんですけども、まあとにかく取ってない G1 チャンピオンズカップね、はい、全力で取りに行きます。はい、あの後ね、ちょっとあの資金に余裕ができたんで、いや、オモでも走れるっていう散水機とかなんかそういうのを購入しました。設備を入れました。ね。これでオモババでも走れる馬が作れるかなってことで。まずまずですかね。まあ印見た感じはクリストベリル、ベストウォリアー、エスポワールシティもいますね。3番2機、4番2機あたりかな、これは。まずパドック見ましょうか。この印の付き方だと1番2機ってことはないでしょう、きっと。でね、馬主ランクもやっとこそは30かな、今。35になれば、自家製種牡馬を作れるというか、そういう施設がね、購入できるはずなんですけども。まだ今ね、この2億6000万でギリギリで、というかまず買えないですからね、3億いくらでしたからね。まあ、ちょっと副賞まず見てみましょうか。4番2期ですね、はい。ただここはもう当然必勝体制でね臨みますんで、こう 100万ずつ直そうか。はい、なるべく荒れるのをね願ってという感じで、はい、ここはねぜひ、あ、そうだ、作戦か。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 頭が前に行く差し有利の展開ですが、いや、先行で行こう、ずっと先行で来てるんでね。はい、竹さんお願いします。まあ、フェブラリーステークスね、強い勝ち方をしてくれましたんで、その後のね、2連勝もね、強かったんでね。あとは能力がどうかってことですよね。砂の王者にはパワーとタフネスが問われます。国内最高峰のダートレース、チャンピオンズカップ、まもなく発走です。G1 ではね、勝ち負けになる能力が残ってるはずなんで。スタートしました。少しバラついたスタートになりました。あんまり後ろ行くとね、やっぱり届かないんでね。やっぱり仕事番点ぐらいで直線迎えるっていうパターンがいいですね。でなるべく近くに馬がいて根性で、あ、根性はそんなないのか、この馬でも能力、全体的な能力が高いんで根性もね、まあそこそこあると思うんで、うん、バランスがねいい馬なんでね、バネ込めされたぐらいなんで、内から2番アンジュデジー、やっぱりエスパールシチあたり怖いですけども、8番チューバウィザード、外から16番パーベル、
ちょっともうちょっと前行ってほしかったかなって気持ちはありますけども、まあでも前の馬が垂れるってことかな。1分2秒か、遅いな、遅いっていうか普通か、ライトだといいんじゃないですか、うん、この辺いいよ。ここで じわじわと前に進出していけばいいね、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 いいよ、いいよ、いいよ、さあ来い、さあ来い、さあこっから、こっからむちゃいった、むちゃいった、さあこっから、あれあれあれ、どうした、うわー、あーちょっとこの負け方はちょっと相手が悪かったなって言われちゃったよ。それかあれかな、距離の問題ってもな、そんな、うん、ベストはマイルぐらいの馬なのかもしれないですけども、ちょっと悔しい。じゃあもうこうなるとフェブラリーステークス2連覇を目指すしかないですね。お、なんか取ってくれましたでしょう。なんでしょう、最優秀ダートかな、はい、それしかないと思いますけどね。取ってくれたの、はい、2回目ですね。マグレでホープフルステークスって最優秀2歳ボバ取った以来の、はい、これでしたね、最初取ったの、はい、で何取ったんだ、はい、これかもしかして違うな、やっぱダートだ、ダート3キュリパー、はい、これだ、来た、おー、フェブラリー1本ででも他にねダートの重賞も結構勝ちましたからね、それも評価できたの、おお、よっしゃよっしゃよっしゃ、これもで、はい、嬉しいね。じゃあこの賞を胸に掲げ、じゃあ東海ステークス、ね、東海ステークス使うっていうのもなんか、うん、ちょっとねだいぶ期間が空いちゃうんでね、うん、ちょっと走らせてみようかなと思ってちょっと一回出してみますけども、さあ印見れば大体はあるけど、ああまだまだやれんじゃねえか、これ見るとね。じゃあいつも通り先行で、はい、58キロなんだね。まあ一番トップハンデではあるんですけど、一番重い金量を背負うのはね、直近1年の G1 勝ちだとでしたね。フェブラリー6勝ったのがね、去年のまだ1年経ってないですからね。一番人気、はい、これちょっと、じゃあさっきね大損こいたんでねはい、ここでなんか取り返したいな。買わなかったらもっとね3億4億ぐらいはもっと余計に持ってたんじゃないかって気持ちもあるんですけども、グレーププランテードの一騎打ちになりそうだな。36じゃこれだけ、まあ200ぐらいしとこう、怖いんで、うん、グレーププランテードの調子とかも全然見てないんで、はい、もしここで無様な負け方するようだったらもう引退ですね。中京競馬10レース G2 東海ステークスダート 1800m、 ただまあね、どうせだったらダートで強馬出てきたからスタートしました、両方勝ってほしかったんですけど、まずは先行争い、早くも先頭12番随分飛ばすな、飛ばします、日本ピラーバーズかわして先頭、あーなんか結構後ろ、わずかに先頭はモルトベーネ、ビルジキどうなんだろう、あー右往左往してる、一番良くない展開、うわ、これ納得いかないですよね、このゲームの一番ダメなところ、なんでビリになっちゃうのっていうね、この番組さばけないとビリになっちゃうっていう、自動的にね、これはもう、うん、このゲームが悪いわけであってこの馬のせいではないと思うんで、フェブラリーステークスいきますよ、はい、ちょっとね疲れが残ってしまった上にベスト体重からプラス4キロということで、ベストの最後ね引退レース、パフォーマンスはちょっと厳しいかもしれませんけども、ただ前走のようなこね、ちょっとあのままでは引退できないんで、フェブラリーステークス最後、はい、うん、やっぱり印薄くなってますね、エスポワールシティに負けてますからね、トランセンドにも負けてるし、最後はもう
ご祝儀とばかりにね、買いましょう。もう、これもう、損したってね、いい、悔いはない。こういう人情馬券をついつい買っちゃうんですよね。こういうところがね、それがなければもっとね、お金貯まると思うんですよ。こう、冷徹にね、いや、来ないときは買わないっていう、そういう覚悟ができればいいんですけど、ついね、頑張れという応援も込めてね、買っちゃうもんでね。では、引退です。そして連覇もかかります。ねえ、このフェブラリーステークス勝った時はもう G1 ね、少なくともチャンピオンズカップぐらいまでは勝ってくれると思ったんですけども、甘くないね。今年最初の G1 レースはここ東京競馬場から。寒さを吹き飛ばすダートホースたちの熱戦、ベビーガン連覇に期待がかかります、はい、スタートしました。いいスタート。少しばらつきました。まずは先行スタート良かったよ。4番エスポワールシティ、この馬が行きました。1番サンライズソア先頭に入れ替わります。あんまり今度後ろ行っちゃうとね、もう直線で刺す足がね、もう多分今ないんですよ、きっとピークを過ぎちゃってるんでね。お、かっこいい、かっこいい言い方されてる。そうなんですよ、昨年の最優秀ダートホースなんですよ。35秒9、ちょっと早くねえか。このぐらいが一番いいベストポジションなんじゃないの。これはスポワレシチあたりが潰れてくれればね、あとは疲れがどう出るかですけど。ただね、総合力はありますから、うちの馬も。さあさあ、どうだどうだ。前も詰まる心配もない。直線も長いよ。ここからあ、来てる来てる来てるよ来てる来てる来てる。もうちょいもうちょい。シルクベビウスとかって、去年だったらあそこからね、一気にかわしたんですけど、やっぱりここまでですよね。でも4番人気4着、うん、まあその勇者見せてくれたね、うん、おっとあわやというようなちょっと気持ちにさせてくれましたけども、認定させましょう。はい、頑張ってくれた、ね、スペシャルウィークビアンカリボンです。はい、コメントが面白配合で、ノーザンとバックパサーの、ね、インブリードが入ってました。はい、引退、血を残したかったんですけどね、そうはいかない。はい、ちょっとまたチューマーができたらね、はい、動画上げますんで、はい、とりあえずは本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。